aniversário, ele tá de cacome. は7周年を迎えました。もともとリスボンでケータリングとか料理のワークショップをやってたんですけれども、当時そういうことをやってる人があまりいなかったんで、すごく雑誌とかテレビとかに紹介してもらって、でそれがきっかけでお客さんになってくれた人も結構いて、やっているうちに一度お店もいつか持ってみたいなと思うようになって、探しているうちにたまたま友人が今の物件を見つけてくれて、でうまくトントン拍子に、契約をしてお店を持てることになりました。今の物件は約260年前に建てられたすごく歴史がある建物で、売社地区っていう観光客も人通りも結構多い場所で、角地ですごくいい物件なんですけれども、もともと考えてたカウンターとテーブルが数席だけっていう小さな規模ではなくて、結構大きなお店だったので、こんな大きなお店を経営本当にできるのかなっていう不安はすごくありました。小さいお店をやるつもりだった時はもう私とあともう一人か二人ぐらいで食堂みたいな感じでやるつもりだったんですけれども、全てが初めてのことで、急に5人とか6人とかの従業員の方と一緒に働くっていうことになったので、すごく国際色豊かでいろんな国のいろんな文化の人たちと一緒に働いているんですけれども、それがある意味じゃなくて仕事に対する考え方とか文化とか歴史のバックグラウンドとかがそれぞれみんな全然違って、それがすごく刺激にもなるし、毎日いろんなことが学べてすごく面白いです。Meu nome é Vitor Reis e eu sou brasileiro. Gosto muito de trabalhar aqui, principalmente pelas pessoas que trabalham aqui. É uma família, né? A gente acaba passando mais tempo dentro do trabalho do que em casa, mas a gente acaba se divertindo muito aqui dentro, porque todo mundo é muito engraçado, trabalha todo mundo muito bem. E acho que todo mundo, não só eu, gosta muito de trabalhar, mas ficou. Open está por lá, e onde é que está a ver o Yona?日常的な料理を出そうと思って、それがカフェっぽい感じのメニューとかも多かったんですけれども、例えば照り焼きハンバーガーとか日本のカレーライスとか、そういうものもあったんですけれども、5年前に今の料理長の大野さんが働き始めてから日本でも修行を積んだ経験がある方なので、今までできなかったような本格的な日本食も提供できるようになりました。お店を始めたのは、日本で私たちが食べているような日本の料理を紹介したいなっていうのもあったんですけれども、それと同時に日本の文化とか歴史とかそういうものをこっちの人たちに知ってもらいたいので、節分の日には恵方巻きを作ってみんなで食べたり、お客様に提供したり、年末にはおせち料理を作ったりしています。うちで出しているものもただ業者で仕入れたものを出しているだけではなくて、やっぱり料理人のみんなにもサービスのみんなにもどういうものを扱っているかっていうのを理解した上で出してほしいので、社員旅行を兼ねてみんなで扱っているワインのワイナリーに行ってちょっと勉強したりとか、あと農園にみんなで行って野菜を見せてもらったりとか、そういう行事も年に数回行ってます。え
Eu sou Roma, minha nacionalidade é Armênia. Eu trabalho na Tasca Commerce já há 6 anos. E muito bom aprender cozinha nova. Cozinha especial, porque antes eu não conhecia muito bem cozinha japonesa mais tradicional.7年前にオープンして、当時は飲食店の経営自体経験もなかったし、右も左も分からず手探りで経営をしてたんですけれども、少しずつお客さんも増えてきて、お客さんというよりは私たちにとってはサポーターというか、もうちょっと家族みたいな仲間みたいな感じの温かい雰囲気のお店を作ることができたなと思っていたんですけれども、これは世界中の飲食業界の方もみんな同じだと思うんですけれども、去年の春にポルトガルでも非常事態宣言が出て、お店をみんな閉めないといけなくなったんですけれども、本当にもうこれからやっていけないのかな、もう廃業するしかないのかなっていう不安にとらわれたんですけれども、その後テイクアウトだけはやっていいよっていうことになったので、そこからお弁当とかを中心にテイクアウトのみで営業することになりました。実は7年前にオープンした頃は本当はお惣菜とか、お弁当とかデリみたいな感じで販売できたらいいなって思ってちょっとやってみたことがあったんですけれども、当時のポルトガルはもうお弁当っていうことが全然浸透してなくって、誰も知らなかったので、去年の春ぐらいから私たちもテイクアウトのみになって、お弁当をやっぱり一回やろうっていうことになって始めたんですけれども、そうするとずっと続けていくうちに電話して、今日のお弁当は何って毎日のように聞いてくれたりとか、お弁当はすごく彩りも良くてバラエティも豊かですごく美味しいっていう感想をいただいたりして、多分この間にお弁当っていう言葉がだいぶ浸透したような気がします。 Eu sou Luiz, Luiz Felipe. Eu sou do Brasil, sou brasileiro. Acho que o que eu mais aprendi em geral foi a cultura japonesa, principalmente voltada para o sake. Tanto que ano passado eu fui para o Japão para fazer o intercâmbio numa destilaria de sake. É, もちろんお弁当ってなるとお惣菜の数も7種類とか8種類とか9種類ぐらい入れてたので、料理人のチームも毎日大変で、食材集めては毎日いろんなバラエティーの考えて作ったりとかしてたから、もうその苦労は本当に大変だったなと思うんですけれども、一つ良かったのはこれでお弁当っていう概念が地元の人たちにも広がったかなっていうところです。これからもまだ山あり谷ありだと思いますけれども、従業員のみんなもお客様も私たちもみんなが幸せになれるようなお店作りをしていきたいと思っています。